どうもこんにちは、私は市長就任以来これまで産業を育成し雇用を創出する農地山林をフル活用人口減少に歯止めを安全と安心に支えられた町づくり活気あふれる充実した市民生活をという5つの政策理念を基本に郷土愛を育み思いやりあふれる町づくりの実現を目指してまいりました。この中で産業育成を掲げた第一の政策理念におきましては郷土を愛しこの地に住み続けるためにも産業の育成と雇用の創出が一番だと考えたところでございます。特に地域に根ざした地元企業の育成のためにこれまでの入札制度にメスを入れまして公共事業の調査基準価格の適正化や地元企業優先の発注を進める必要があると考えまして総合評価落札方式による市内企業優先への見直しを図ったほか市内巡視内業者の区分制度などにより地域に根ざした地元企業の育成に努めてまいりました。その他認証制度により地元企業が製造いたしました LED 照明器具1万1000台を使いまして街路灯の整備を行ったほか電子入札による条件付き一般競争入札制度をスタートさせました。また地理的気候的に不利な地域だからこそ IT 技術を生かした支援や人材育成の強化を図るためにこうした企業 IT 企業の立地を促す優遇制度を創設いたしまして雇用機会の創出を促進してきたほか市内全域の高速インターネット通信網の整備を図り市民全員が世界を相手にビジネスができる環境を作ってまいりました。また IT スキルを活用したセミナーを開催いたしまして人材育成に努めてきたほか企業誘致の面ではIT 関連企業の優遇制度の創設などで企業誘致に弾みをつけ私が就任してからこれまで他の業種も含めますと8社の誘致に成功いたしまして雇用を100人以上創出することができました。このほか横手への関心を高めようと横手ファン通信とふるさと交流促進事業をスタートさせたほかふるさと納税促進に向け返礼品の実施を開始いたしまして平成25年の67件784万円から平成28年度には6500件1億400万円を超えるまで納税額が増えたところでございます。私はその方々の次の世代また次の世代へも故郷へ思いを馳せていただくきっかけ作りができたのではないかというふうに思っておるところでございます。このようにこうした政策を今後も継続いたしまして働く場の環境整備を続けるほか一旦県外に出てもふるさとの良さを思い出していただいて再びこの地に戻っていただけるようふるさと会の皆さんや移住をお考えの方も含め横手の情報発信を続けてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。